えー、YM さんよろししくお願いします、えー、世界選手権出場選手の選考よくネットにスケデンの選考規定を貼ってくださっている方がいますがあれを読んでみると全日本優勝者って以外は結構何でもありでファイナル大乗りと かパーソナルベストが高いとか、えー、前回世界選手権上位者などなど、えー、全日本優勝者以外は、スケレンの偉い人が話し合って決めるのかなって私は思っています。まあ、ぶっちゃけそうなんでしょう。そんな感じでしょうね。うんえー、ちなみに男子の場合は、前年度世界選手権大のりは、翔馬君とまく君、ファイナル大のりは、翔馬君と颯太君、もう3人は決まっちゃいましたよね。 ただし、優勝者はこの3人以外だと複雑かつ面白い選考になると思います。そうなんですよね。うん、だから、全日本選手権優勝する、まあ、ね、誰が優勝するかっていうところ、うん、まあ、確かにその意外な選手が優勝し始めると、男女もよく分からなくなってくるということなんで、うんえー、そして、ワイムさんも言ったです。 えー、東日本大会で優勝した江川選手のキスクラで中庭コーチがいろいろダメ出したあげく最後に優勝したことによって、えー、全日本の滑走準抽選戦が、えー、後半グループに入れるから良かったとおっしゃっていました。あそうななんです、ね、なるほど なるほど。私知らなかったんですが、そうなんですね。えー、全日本の抽選は2グループに分けての抽選なんで、えー、後半グループの抽選に参加できれば、一番滑走はなくなりますね。やっぱりそれくらい滑走順は大事だし、先は損です。うん、これは音楽や バレエのコンクールの中でもそう思うし、昔から言われていることですね。芸術という数字で判断できないものに順位をつけるんだから、何かを基準にして比べるしかないです。だから最初の選手が基準になって、そこからプラスマイナスされるよう。 えー、そういう判断しかできないですよねですから、えー、どうしても最初低くつけられがちですうん、えー。それでもフィギュアの場合はその選手ごとにプログラム構成の難易度やつな、えー、ぎの複雑さやスケーティングスキルなどなど,など、えー、事前の試合で分かっているんで目安はつけやすいと思います もし仮に今回、ショくマ君が一番簡素だったとしたら、えー、PCS90 点くらいから始まって、春ュン君75点くらいになるのかな、でも結局順位は変わらない、えー、今回、他の試合と比べて良い演技だったのに、低いっていう話になっていますが、えー、逆に言えば私はここまでの GP スコアのグランプリシリーズのスコアの方が高かったものとも言える気がします。 聡太、えー、君 NHK 杯の時の方が、えー、ミスのある円だったのに80点台がついていましたよね。 これはやはり80点台後半をつけた翔馬くんの後に滑ったことにより、それに引きずられてるはずだったんだと思われます。あ、その可能性もなきにしはらずですね。ですから、これは翔馬くんにも言えることだと思うんだけど、ファイナルが低いというより NHK 杯が手すりなんだと思う。うん。今季、テクニカルスコアと PCS を切り離して、かつ PCS もより実績だけではなく、しっかり内容を見て得点を出していこうとする SK の試みと、私はとてもいいことだと思うし、 だけど皆さんのおっしゃる通りまだ試行錯誤なのかもしれませんね、うん、ただし実績点である程度決まった点数をつけるという考え方をやめるのであれば、えー、試合ごとに違ってくるのは間違いなく えならば、パーソナルベーストやシーズンベーストの扱いを変えるべきとは思います。まあ、そうですね、まあ、このパーソナルベースト、シーズンベーストによって、えー、試合の枠だったっけな、なんかにその影響があるということなんで、まあ、結構今大事になっちゃってるっていうと考えると、まあ、ちょっと複雑かなっていう感じはしますね。うんまあ、昔はその でえっ、ー、と震災点システムが始まる前は、えー、まあ相対評価だったんで、まあ、それをやめていこうっていうことで絶対評価にしたはずな,はずなのに、ちょっとなんか、えー、まあ試行錯誤中なのかなっていう感じはするんですけど、うん はい。えー、ジサピョンさん、ありがとうございます。ブ君、おはようございます。えー、全日本フィギュアの主張なんですが、えー、t v e r というアプリでライブ配信が無料で見られます。あ、ありがとうございます。t v e r ですね。ただし、アイスタンスや、えペア、シングルも、前半グループは見られません。 有料だと、フジテレビオンデマンドプレミアムというフジテレビのアプリだと前半支があります。そうなんです、このね、フジテレビオンデマンドは、ね、残念ながらね、えっ、ー、と、僕の国だと、えー、あなたのお住まいの国は、えぇ、ー、視聴することができませんになっちゃって、ジオブロック買ってしまうんで、このティーバーっていうのはちょっと気になりますね。うん、ちょっとこれ、調べてみますね。はい。 マイルーさん、よろしくお願いします。えー、空港に取材陣が集まったのって日本参観だったし、えー、コロナ制限で久しぶりの立ち取材でしたね。うん。あの、これ、本人が本当に言ったのかって記事もたまにあるけれど、NHK 界が小ょうあんなに落ち込んでいたなんて、靴のせいで悩むのはもったいないし、話し合いで前向きになれて本当に良かったです。うん。どんなに上手くても試合で安定と成功が大事。 今、精神面でも落ち着いている翔馬くはとてつもなく強いと思いますいや。そうですよね。しかも、あの、オリンピックの後で気持ちさらに上げてるっていうことなんで、普通に考えてすごいですね。うん。グランプリファイナルメンバーは、えー、疲れが取れますように、その子先生の坂本選手への言葉が胸に刺さりました。やっぱり練習でできないことはで,できないんだよ。リベンジだ。うん。あ、そうなんですね。ってことは、 坂本選手、今回練習でできてなかったっていうことでしょうかね。うん、なるほど。えー、UBS さん、これは平身でございますけど、おはようございます。金、銀、銅、ジュニアも含めたすごいメダルの数ですよね、えー。全日本が楽しみ。いや、本当ですよね。うん、あのでも、まだまだね、取れるかなっていう感じもするので、これ、すごいと思うんですけど、まだまだ日本ね、力を出せますよ。うん、エミリーさん、よろしくお願いします。 馬く、えー、君スポンサー企,企業さん情報ということですね。馬、え、く、ー、君のスポンサーさんのコラントッテさんが公式ツイッターの名前の後に金メダルマークをつけてくれていて、馬、え、く、ー、君ファンが無だ喜んでいますということですね。なるほど、えー、そしてもう一つのスポーサーさんは 水野さんは、しょくお誕生日、あ、そういえばお誕生日ですね。それもうすぐで。うん。店舗近い方は行ったら楽しそうです。福岡もありますよ。えー、トリノの店舗では、えー、っと、街ぶ中のステファンが、大喜びで駆け込んでくるし、大変。トリノもお誕生日近くやってくれたらいいのにな。うん。 鈴く、えー、のトヨタさんでは、スポーツ関係の YouTube 配信、トヨタイムズで、翔馬くんのファイナル報告コメントが流れました。えー、こ,んこんにちは、翔馬です。翔、え、馬、ー、ですって、下の名前で最初のご挨拶をいただきました。えー、前に、宇野対決で、えー、大逆転負けをした、えー、担当のアナウンサーさんが、距離が縮まったのかなと喜んだる、あ、喜んでおられました。あ、よかったですね。うん。確かに、翔馬っていう,いうと、 あの親近感が湧いてくる、湧いてきますからね、この選手はことし、もう誕生日が来るということで、本当、オリンピックもあってね、いろいろ大変だったかなと思うんですけども、次の1年はどうなりますかね、うんあの宇野君、でも次、25歳だからね、男でいうと、厄年を迎えますよね。はい なみなみさん、よろしくお願いします。えー、カブくん、シ、え、ューマくんの、えー、足換えのシットスピンのシットポジションが甘いという点について図解で説明してもらえますか。よろしくお願いします。あこれね、なんていうのかなあ、ちょっとね、沈み込みがちょっと浅いと言いますかね、かなという感じで、えー、シ,ットシットサイトのことなんですけども、えっと、 ちょっとですね、ね体のひねりが弱いかなっていう感じがします。うん。えー、それにしても、戦い抜いた世界のトップ6が、えー、集結するグランプリファイナルに、えー、日本男子4人もいるのに、世界選手権には3人しか出られないで、ちょっともやもやします。えー、この4人の他に、えー、鍵山くんや友野くんもいますよ。えー、リクルーが獲得したペアは3枠、使い切れないな、男子に回していくくらいですかね。IU さん、本気でお願いしたくなります。えー、各国の枠な、 わけがなく、えー、グランプリファイナルに出られるんだから、えー、グランプリファイナルの方が世界選手権より世界選手権っぽいですね。えー、今の、えー、日本男子では世界選手権に選ばれなかった選手がある国のトップ選手よりは実力があったりしますあ確かにですね、グランプリファイナルはそういった意味では、えーまあ、日本、あの、 あの最大6枠取るることはできる可能性もありますかからね確かに世界選手権は3枠最大で3枠だけですからそういった意味ではファイナルの方が確かにレベル高くなっちゃうのかな、うん、オリンピックはどこかの国を背負う傾向にあるので国別対抗の意味がより水が強くなるから国ごとの枠があってもいいかもしれませんが、えー、世界選手権の国ごとの枠についてそろそろ対抗してくれないかなと思います、えー、それこそ国関係なく、えー、上位〇〇名とかにできないのか そうなると、えー、WS や、えー、シーズンベスト、パーソナルベストが、えー、変わってくるから、これまた、えー、議論になりそうですけどね、世界選手権の予選みたいなものがあってもいいのかなと思いつつ、でもこれ昔ね、ありましたよね、予選っていうのが。でも、えー、そうなると試合が増え、選手の負担も増えるから、えっと、えー、大変ですかね。でもこれもシードとかグランプリファイナル出場者は、 えー、免除とか他でもなんいろんな、えー、規定を設けて、えー、出場枠の例えば、えー、78割を決定し残りは国関係なく予選を開いて、えー、そこを決めるとかできないかな難しいですかね、えー、もしくは枠取りした3枠についてこれを少なくとも3人は出られますよということで、えー、今まで通りの規定で3名を選出 他に i s a は国の枠関係なく予選を行い、えー、自国の国から外れた選手はここで勝負して、えー、残り6名、グループ1人分の出場枠を、えー、争う。ただし、このグループ6名は、発走陣は第一グループにするとか、どうでしょうだって日本男子強すぎるか。そうですね。まあ、日本、確かに、ね、強いですよね。本当はもういっぱい出してもいいんじゃないかっていうぐらいで。ね、でも、世界選手権なんでいろんな国がやっぱ出てから。か だからこその世界選手権かと思うんで、まあでもやっぱ日本、そういうのもやっぱ強いですよね。うん。えー、輪さん、よろしくお願いします。えー、こんにちは。明日のもーちゃんのビヨンドからお知らせが来ましたよ。えー、今週末17日土曜日、18日日曜日は名古屋公園で。 えグッズを購入された方、会場受け取りの方はクリスマスカードをプレゼントということですねえ。ネットで17日から31日まで購入された方もクリスマスカードがもらえますよ。お知らせまでに、えピッコロ様はもうすぐですねえ、ハンカチ1000円やマスクから1000円や卓上カレンダーなどもありますよ。また、新しい黒のビヨンドトレーナーや大きなバッグが新しく出ましたよということでございますね。うん ということなんで、えっと、ビヨンドの、えー、お知らせということです。はい。えー、皆さんもう一度です。えー、シュマ君の水野からもファイナル記念が来ましたが、えー、昼休み終わるから後で、えー、竹森猫さん、よろしくお願いします。こんにちは。いつも情報ありがとうございます。えー、どんどん来ますね。でも届くの遅いから、何を、今何を注文してるから、えー、全然わかりません。覚えていませんっていうね。 美輪、うんえー、さん、えー、こんにちは。そうなんですよ。次々に出ますね。嬉しい悲鳴が。今度はグッズじゃなくてショップで、えー、別にまたコメントしますね。ということでございます。US さん、よろしくお願いします。 お疲れ様です。カムさん、国別ショートはそうなってもいいな、なるかもという、ただの希望です。うん。シュモ君は途中から変えたことはないですね。そしたら、駅舎は新プロ何になるようになっちゃいます。えー、過去プロでもよし、えー、外国の王子様みたいだから、たまには和風、あ、そうですね、和風のプログラムを見てみたいですね。いろいろ挑戦ですね。うん。あ和風の宇野君、確かにやったことないですね。うん。ね、えー、エミリーさん。 US 様、国別に限定なら、えー、逆にエキシビがグラビティだったら、もうショックしそうです、えー。表現に全振りしたグラビティが、あ、グラビティを、あの、なんだっけ、エキシビションにして、えー、パタンパタン、ショートにするって、ちょっとあ、いいかもしれないですね。うん。エミリーさん、よろしくお願いします。伝統すいません。 グランプリファイナルのリンクですが、えー、スキオタさんのお話でかなりよく滑る、セーフの難しい氷だったという情報が、あ、そうなんですね。難しいという情報がありました。もしそうなら、爆速爆走系のカオちゃんとカオくんのカオカオコンビには滑りすぎて難しかったのかもしれない。あ、そうなんですね。なるほど。でも、カオくんもしかすると、 4回転サルコはもうちょっと詰まってしまったんで、あの、軸は良かったんですよね。だから滑りすぎがゆえにですね、えー、コントロールできなかったんでしょうかね。あと、同じ5位でもカオちゃんは現女王ですから、エキシビに選ばれましたね。エキシビではメームバリューが効くのは仕方ないですね。という、あ、そういうことはですね、やっぱりカオ、あの、三浦カオ君5位だったんだけど、えー、カオちゃんはやっぱネームバリューっていうことで選ばれたっていう感じですかね。うん。 えっと、かおりんさんよろしくお願いします。えー、カブくんこんにちは。シスベックさんのインスタから、まいちゃんのファイナル優勝のメッセージが上がってました。うん。いやー、素敵ですね。ほんと、相変わらず可愛いカかちゃんも一緒に写ってる。うん。ちょっとこれ、後で見てみますよ。2人の先生と一緒に、その子先生はメダルを持ち、あ待ってみたかもしんないな。うん。 見たかもしれないですねで。グレアム先生はお花を先生お二人とも嬉しいでしょうね。うん。そうですね。まあ、あの、坂本さんについては、ちょっとね、かあのね、いろいろあるかもしれませんが、イちゃんとりあえずね。うん。いや、本当ですよ。世界選手権、かおちゃんとイちゃん揃って選ばれた、アンツーでまた先生方を喜,ばを喜ばせてあげたいな。いや、そうですよね。うん。しかも日本の世界選手権ですからね。うん。まあ、二人ともメダル取る可能性もありますからね。うん。 三輪、えー、さんよろしくお願いします。宇野昌磨君グランプリファイナル優勝、金メダルおめでとうございます、えー。12月16日金曜日、17日土曜日、18日日曜日の3日間、水野直売店、水野東京、水野大阪市の茶屋店、 えー、水のショップ横浜ポルタ、えー、水のプラム福岡三越、こちら4店舗で、うのしょな君お誕生日、オムレト応援企画ありますよということですね、えー、ご来店され、水の公式アップロードを掲示で、うのワンロゴステッカーを1つプレゼントや、何かお買い上げ商品に好きなカラーでロゴ印刷やショップは特典、えー 特別展示ブースになり、翔、え、馬、ー、くんがたくさんまた会員登録して、フォローけ提示で、翔、え、馬、ー、くんのスペシャルコメントが聞いたり、気になる方はぜひお立ち寄りくださいということです。私は17日に行ってみようかな。何かハンカチや靴下や、えー、子供のものも OK かな。ファイナルで翔馬、えー、くんが赤い、えー、水のテレーナーを着ていて可愛かったな。お知らせまでということなんで、えー、なんか、えー、とあるらしいですよ、えーと。ここのお店ですね。うん ミケ、えー、さんユろマくんやばいよ。確かにやばい。8割回復で4回転にするですか。うん、フリップと、えー、っと、なんだっけ。アフリップはこれからか。でもなんか、えー、なんか結構できてるということで、中京リンクやばすぎる。そういうまくあれほど世界を見渡して求める、えー、探して求めた4回転バンバン飛び交う、えー、理想のリンクが、なぜか目の前の地元リンクとは、うん、あそうなんですね。目の前のリンクなもですね うん、エミリーさんユウマくんが帰ってきたって喜ぶしょうまくんの目が浮かぶようです。しょうまくんがグランプリとかを卒業したことで遠慮してた、えー、ソヨだくんが町子組に入って中京へ。しょうまくん大好きかつもともとパパチがですね、愛知出身のゆまちが中京へ。 え必要と思えば、必要な時に必要な人たちを周りに集めてしまう。引力強すぎ、しょうまくん。うん。本当ですね。引力がやっぱね、ありますよね。うん。ミケさん、えー、目に浮かびますね。いゆまくんも同年代の子たちの躍進や、リンク仲間の活躍を見て気持ちが、えー、なんとかあるでしょうね。うんう、ま。うまくモチベーションを高めつつ確実に直してほしいな。すいません。これ、気持ち流行るですね。気持ちが流行るでしょうね。うん。 えー、エミリーさん、よろしくお願いします。今ちは、右足首の骨打症と、えー、左足首の舌の外傷の、足と側の、えー、細い骨、飛骨の疲道コーですだから、えー、左足のアウトエッジの踏み切りが負担なのかも、あ、そうですね。うん。 なるほど。サルコーはインですもんね。フリップもアウトはどっちですかアウトはね、一応アクセルでフォアのア,アウトなんで、えー、っと、前のだから左足のアウトになっちゃうかなと思うんですけど、まあ、結構ね、うん、フリップはインで、えー、ループは、えー、右足だけど、どこへ行ったんだろうあ、そう、ループね、ほんとですね。ループジャンプすれば4回転ループやってたんですよルループね、どうなっちゃったんだろうね。うん、そう思います、僕も。フリップ大流行ですね。そうですね。フリップ大流行ですね。マリニン君もフリップ4プ。 4回転フリップにしてますし、うん、えー、そうだけもフリップ、4回転フリップなんで、フリップ、確か大流行ですね。うん。人気なかったのに。ま、さか先生は えー、前に全日本を休むことを勧めたみたいなんですが、今の人は出ないと、とにかく、えー、無理し,てしたらあかんでとだけ言いたいです。シュマに焼肉食べに連れてってもらって、栄養をつけて、今ど時って肉はダメ野菜がいいって言われすぎて、えー、タンパク質不足にしている結構多いんですよね。特にお年寄り、あそうですね、うん。お年寄りこそ逆にお肉を食べた方がいいっても聞いたことありますからね。うん はい。えさらかねさんよろしくお願いします。えー、今のコメントの返信なんですが、翌日失礼いたします。えー、旅過ぎではダメですが、高齢者の方もある程度の緑道の肉は、 食べたた方がが健康的でああるとという話は聞いたことがありますそうですよね、僕も聞いたことあります。うん。なんかマヨネーズとかも食べた方がいいっていう、聞いたことありますよ。えっ、ー、と、登山家の三浦さんや、えー、作家の瀬戸内さんも、えー、高齢になってもお肉を食べて健康を維持しているそうです。えー、野菜だけ食べていればいいってわけではありませんね。そうです。あの、本当ですね、お年寄りこそお肉を食べた方がいいって、これ聞いたことありますよ、僕。うん。 えー、マントマンクレオンさんよろしくお願いします。えーカラマ選手すごすぎですね。でも4回転フリップがどれだけの成功率がかわかんないんで、4回転トーループになるのはいくらカ山マ選手でもきつい構成になるって感じですが、どうですかねえーカラマ選手の場合スケーティングとかスピンとかステップもあまり気にならないんで、えー、それでも強いかもしれませんが、うーん、まあ、そうですね。まあもともとそのジャンプが、難易度が少あの難しいジャンプがなくても、 やっぱ、質がものすごいいいっていうのがありますので、あれですけども、あの、まあ、多分、その4回転トーループが今飛べなくなってるんで、フリップに変えてきてるのかなっていう感じはするんですけど、ただ、まあ、この期間、うん、怪我の期間で、まあ、その、まあ、リハビリとかはからなて、ちょっとその筋肉の使い方とか変わった気がするんですよね。だとすると、まあ、多分、それで得意なジャンプが変わったのかなっていう感じもするし、ちょっと分かんないですね、未知な部分が多いんで、うん。あの、 そうですね、まあ、そうですね、ちょ,ちょっと本当にね、わか,かんなさすぎてですね、<laughs> えっと、どうコメントすればいいかっていう感じはしますけど、まあ、とりあえず、まあ、質は多分、スケーティングの質はこれまでいいと思うんで、うん、まあ、全日本見なきゃわかんないですね、うん。 ミ輪、えー、さんどうもです。先ほど、わンわン来たからコメントしましたが、心配していたパムちゃんのことは出てなかったな。うん、あ、そう、そうですか。なるほど。ちょっとこれも後まで見たいと思います。後から何か上がるのかな、えー。全日本までの日程が近いから、皆さん大変ですが、頑張って。まあ多分うのくん、うんうん、知ってるんじゃないかな。で、それであんまりもう話題にしてないっていう可能性もあるかもしれませんね。ちょっと、まあ、そこら辺はわかんないですけども。うん。 えー、マイクバーケャラーさんどうもですカブ君こんばんは、えー、カブ君こそやばくね強点、えー、下の中チャリンコで走って、えー、羽やミリが 投票になる確かに。<laughs> やばいですよね、本当。今日めちゃくちゃ寒かったですからね、鼻水まで凍るんじゃないかって <laughs> 本当に寒くて。で、今はちょっとね、なんか雨に変わってるんですけど、雨がですね、なんと攻撃にその地面に落ちて凍るんですよね。まあ、まあ、投票ってやつかな。うん。通るか。そう。だからなんか結構寒いですよ。えー、中京インク、確かにやばい。えー、しょうまくんに、えー、そうたくん、そして、ゆうまくん、トップ選手ばっかりだから。うん、そうなんですよね。ちょっとかなり。 でもオリンピックで金がないので、オリンピックで金取りたいですね。うん。えー、空かさん、どうもです。えー、かぶあー、こんばんは。かぶさん、お疲れ様です。えー、気温がマイナスの気温の時の自転車は路面凍結で危ないので、徒歩をお勧めします。えー、どこの場合も足元にお気をつけください。えー、ちなみに最高気温もマイナスですかあ、最高気温はね、今日は。 1、うん、一度,一度かな ?1、2度だったかな、うんえー、そういえば柔軟体操をすると足が痛むとおっしゃっていましたが、えー、その後の調子はいかがでしょうか痛みが続く場合は医療機関の受診をおすすめしますあ。最近ちょっと柔軟体操はしているんですが、あの痛みが出ないようにやってますね。 うんえー、トラブルに乗ってお出かけでしょうか気をつけてお出かけください。うん、ちょっとね、えー、卑怯に行ってます。秘境というか、はい。えっと、狩山優選手も、えー、全日本選手権に向けてエンジン全開のようですね。うん、そうなんですよ。狩山くん、怪我があったんですけどね。まあ、怪我の具合とかっていまいちちょっとわかんない投資は上がってきてるのかな、うんえー。全日本選手権でどのような演技が見られるのか楽しみですね。そうなんですよね。うん。あの、彼は僕、アイスショーの時にしかショートフリー、 どっちもなんか、まだちゃんと見てないんで、うん、まあ本当全日本を見なきゃもう分かんないですね。もう全然分かんないので、うん。えー、アンパンタンさんよろしくお願いします。今年の全日本男子の表彰台ラインは、おそらく270点、あそれくらいが相場でしょうかね。えー、280あれば、ほぼ確実に台乗り可能です。でそう考えると、狩山選手の GOE、成功者ジャンプは、 えー、3以上が見込めると PCS 総合点、えー、9点台があれば4回転サルコウは1種類で十分だと思います。あ4回転サルコ1種類で十分だと思いますでも本人は安定ではなく挑戦して爪痕を残したいとのことなのあ、そうなんですね。なるほど。たとえば失敗前提でも間、えー、に4回転フリップを入れたいんでしょうね。 えー、そこがどう出るのか、うん、2019年の埼玉ワールドを見て、自分もその舞台に立ちたいと思ったという話もあり、えー、今年の世界選手権も狙っている様子、うん、挑戦と結果、両立できるか、どう転んでも後々本人が後悔しない形になれば、それにつきます、うん。そうですね、まあでもとりあえず、ちょっとよくあの内容がです、ね、どうなるかっていうのが、あの最近試合に離れて、ま、試合から離,離れてますから、結構、試合離れが結構長いので、 そういったところが逆にちょっと気にはなるんですよね。うん、いきなりいい演技ができるのかどうかうん。そこで辺がちょっと。まあ気にはなってるしね。 まあ、あのー、やってくれるかなと思うんですけど、4回転サルコ一1本でも確かに大丈夫な気はするんですけど、うん、でもフリップとか挑戦してくる気はするんですが、もう全然わかんないですね、本当にわかんない。うん。あの、どういう滑りとか状態とか、そのスケーティングとかの状態っていうのはもう進、進捗状況っていうのがよくわかんないので、うーん、なんともちょっといないですね。うん。 はい。えっ、ー、と、マリリンさんよろしくお願いします。ノのばんばん、しょうくん、おかえりなさい。遅かったね。とうとうなんか仕事をしてたのかしら。今はいつもの姿勢で待っているよ。スーツケースの音がすればエレベーターかな。足音がすればやっぱり階段だ。今、ダイエット成功で、ムチムチじゃないお腹でみんなでよかった。あ な、な、なでなでよかったね。エマタイム終わったから、バロン、アン、トロ、みョ翔馬くんの帰りを待っていたよ。でもすぐに練習。だからデミーズのレーナーも怪我心配で来てくれましたよ。トロ、えー、大好きなデミーさんの抱っこでご満悦だ。 えー、時短ボケなのに、4回転トーループ、トリプルトートリプルアクあ、すごいっすね。うん。いつもながら、ショうマくん、えー、トリノ土産のチョコレート、おしゃれで美味しそう。あちょっと見てみますね。うん。えー、トリノのチョコって美味しいのかななんかイタリアのチョコの方が美味しいのかなうん。えー、マルリニンさんよろしくお願いします。フィギュアスケーティングファンの YouTube で、ショうマくんの G セントアリアからミラトルメンタピロプラテを見たら、 え客席にカロリーナ・コースターなんかいました。あそうなんですね。でも、コースターとなんか、イちゃんが話したらしいですよ。イ、うん、ちゃん、喜んじゃっていう話聞いたんで、えーと思って、ガブリエの応募、ちゃんと。で僕はあのどっちの,かあのガブリエの応募も好きなんで、相変わらず美人さんです。えー、ベースのコートがおりないでしひないい、品がいい。えー、トリノだから、そりゃ見に来るよね。うん、今、好意地されてるのかな。どうなんでしょうかね。ちょっとよくわかんないんですよね。 まあコスタナーはちょっといろいろこういろんなことがありましたけどねほんとねうんまあ彼女は引退マリラにちょっとねコーチを変えたからうんバが良かったかなっていう感じはするんですけどもねうんもうコースターのガブリエのオーブ大好きですからねミスは多かったけどうんえ久美さんよろしくお願いします そうですドーピング検査は尿検査です。えしかも尿を取るときも不正をしてないからずっと見,て見られるとかそうなんですね。なるほど。あ確かに、うん。なるほど。ってことはそういうことなんだ。うん、なるほど ちょっとあの人に見られながらねおしっことかあんまできないんじゃないかっていうのか緊張しすぎてあ昔アレクセ・アグリンが確か言ってた気がしますねヤグディンが何かケイさんの時に何かあの女おしっこは出なかったって言ってた気がしますうん、えー、ユンケ55イリスさんよろしくお願いします 鍵、えー、山優真選手、怪我は完治していないようで心配ですが、えー、強い意志で出場を決めた全日本選手権、大変なプログラム、えー、無事を祈りながら全力応援します。すごくワクワクドキドキです。で,ですが、カ、え、ブ、ー、さん、お気をつけてください。危ない危ない。うん、あ、そうそうなんですよ、本当に。危ないこれはあれか、僕のことですか僕、あ、そうですね。多分僕のこと、あれですか、氷の。 あ寒かったからかな。うん。そうなんですよね。そう、結構それ、寒かったですよ。ただ、結構ね、地面はもう凍ってなかったんで、でもね、あの、端のとことが凍ってましたからね。うん。結構危ないですよ。うん。はい。まあ、そんな感じでなんですけども、萩、ま、山、あ、君については、とりあえず、もうかんないんで、もう試合をこう、まあ、あのー、見ていくしかもうないですね。うん。 マスミンさんよろしくお願いします。かぶくん、天と人のゆかり、あ、これゆかりですた。呼び方はまだ忘れてない。あ、これ多分ね、ゆかりですよね。天と人のゆかりでしょうかね。縁かな縁かゆかりですね。だ思う多分、縁って読んで、ゆかりって直された気がします。でも、縁って読,読まないんですね。うん。あの、いつも僕、縁って読んでます。ゆかりだったと思います。なんか、ゆかりと縁ってどっちもなんか同じなんかって言と、<laughs> 勝手な感じ、あれですけども。ね、のうちも、雪が降りました。あ、よかったですね。よかったっていうか、うん。雪降ったということ 初月初ってうの初うん、なんでしょうかね、うん、いや、雪ですね、こっち降ってるんですけど、あのちゃんとまだ降ってないですね、みぞれっぽかったりとかして、なんか、うん、あの、とって言って、雨があの地面にぶつかって凍ってる感じなんで雪な、雪じゃないんですよね、実はね、うん、ただ、私の印象、イメージにしか知りませんが、三浦川君も試合の時とそれ以外の時とギャップがあります、ああなるほど。 えー、試合では野生的、それ以外の時はメイクさんや鍵山くん君と話している動画は、 すっとボケた感じで笑わせてもらいました。一緒にいて楽なタイプに思えます、えー。滑りはワイルド。えー、中田ナジえは、ー、繊細な印象です。うん、そんな彼が特に若者にとって命と同じくらい大切なスマホをゴミ箱に一緒に落と,しちゃ落としちゃうなんて。イタリアでショートプログラムの前かフリーの前かわかりませんが、よっぽどスケートのことで頭がいっぱいだったのかなと、うんか。カオ君は僕絶対緊張してると。結構ずっと悩み,悩みやすい。 やすい,いう感じが結構してて、あのどの大会でもです、ね、始まる前の緊張感がすごいんですよね。うん、宇野選手,はあの選手とか他の選手は、あのまあ、確かに緊張はしてると思うんですが、あそこまでの感じが伝わらないですね。えー、三浦航君は本当にこうめっちゃ緊張してるなていうのは始まる前から伝わってくるんですよね。うん、またたて終了後だったら えー、今回の自分の演技が悔しくて、気に病んで頭がいっぱいだったのかなとも気になりました。えー、彼も繊細な心を持ち主に思い,思いますよ、うん。そう思います。 えー、それともいつもどこにどこにスマホを置き忘れて探しまくっているタイプなのかうんでちょっとね。どっちなのかちょっとあれですけどもね。うん。まあ,あの三浦くんはあの今年あの昨年まで結構本当に爆発っていう感じだったんですが、今年はね。ちょっとね。あの落ち着いて滑ってるなっていうのがねあるなって思いますね。うんただ、あのグランプリシリーズも2000系経験してファイナルも行ってね。まあ、昨シーズンの世界選手権行ってですね。まあ、結構あれかな？それ。 あの結構何て言うのかな精神的にこう。 あの変わっったんじじゃなないかなっていう感じはしますよ、えー、そういう私、もっとひどくて、今でも話してたりされることがあります。えー、車で近くのホームセンターに買い物に行き、えー、帰りは車で来たことを忘れて歩いて帰ったんです。そうなんですね。えー、なるほど。帰ってから、でもこれ、帰ホームセンターって家,家から近いんでしょうかね。帰ってから当時の旦那に、車は,はっと言われて、あーっとなりました。すごいエピソードですね。あのあののなかかったでしょうかね結構遠かった だったらあ車のねえー、来たかどうか忘れることあるかも分かりませんけどあんまりねそうですねあのないですよねちょっとうん。えー、神エピソードということでちょっと認定させてください。はい 草24さんどうもです、えー、株あそ,うそ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 う、これ気になったんですよね、かぶくん、このマンクは、えー、これはウノワンワンで、エマちゃんがお薬を塗ったところを舐めないように首につけられたエリザベスカーラーを洗うそうなんですね <laughs>。 そうなんだ、全然分かんなかった、分かんなかったです、これ。なんか放送のアンテナかと思って、アンテナって書いたら、この絵文字が出てきたんで、何かと思いました、これ。でも、エリア・マリリン君とこれ何のか、何て関係あるのかなって気がするんですえ、カダーをつけたエマちゃんの格好を覚えてますかあー、はいはい。あそういうか、覚えてます。話題になりました。うん。上を向いて、微動だにしてない姿。え、マリリン君のスタートポーズがあい,いありましたね、そういえば。うん。 ああ、なるほど。これすごかった。この暗号すごいですね。これ暗号ですね。うん。エマちゃんにそっくり、上を向いて微動だにせず、ちょっと苦しそう。うん 確かになんかマリニ君下の方でグーして、こうなんか縛られてんじゃないかっていうね、特にあのチャレンジャーシリーズの時、曲も始まらないで、えっていう感じでドロドロしてたやつですね。もうほんとそんな感じで <laughs> 縛られてんじゃないかなっていう感じがあったんですけど、えー、曲がなかなかかんなかった時、笑いながらポジションを、えー、し直してましたよね。これだからチャレンジャーシリーズの時です。あ、そういうことだったんですね。なんかマリニ君の放送がないって思っちゃいました、僕。えー、そのスタートモジションが途中変わったんで、あ そうだったんだ。あちゃんと気づかなかったです。あれ、エマちゃんポーズじゃないって見てましたが、ファイナルでは戻っていたんです。ああ、そうだったんですね。ちょっとそこはちょっと、ちゃんと、えっと、気づいてなかったです。うん。あのファ、マスミン様とそのことをアンテナ、これで表現していたんですよ。お分かりいただけたらでしょうか。いや、これ、難しいですね。説明入れなかったら、ちょっと分かんなかったですよ。うん。なんか、暗号な感じで、アンテナ、ね、面白いなって、ちょっと思っちゃいました。うん。 えー、そして、木更木24さんも言ったです、えー。ツイッターの方の情報によると、ISU のプログラムとか振付師とか、えー、コスチュームに投稿するスケーティングアワードが始まったらしいです。あ、そうなんですね。スケーティングアワード。でも振付師に宮本憲一先生の名前がないとか、紅茶は写真はあるけど、投票ボタンがないとか、聡馬くんはこの方が投票したいプロ,とプロとコスチュームがないとか、まだ準備段階なのか、オープンに書いてあったけどということみたいですね。えっと 宮本慶さんの名前がないっていうことなんですね。なぜでしょうか。うん、なるほど。プロとコスチュームあの投稿した、投票したいっていうコスチュームがないんですね。これなぜでしょうかねちょ。ちょっと気になりますね、うん。そのコスチュームには投票してほしくないっていうことでしょうかね。うん、なんかそんな感じらしいですよ。うん、はい。 というわけで、皆さんありがとうございましちょっとね、今ね、場所がですね、ちょっと充電の関係で、めちゃくちゃ寒いところにいて、えっと、かなりかじかみそうな感じなんで、えっと、あの、ちょっと一旦動画を固めていきますね。はい。